はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回から3回シリーズでお伝えしたいと思います。1回目が体、2回目が脳、3回目が心ということでお話をしていきたいと思います。まず今回の1回目は体ですね。で、体と脳と心っていうのは本当は分離していないわけですね。体と脳と心があって一人の人間ですから、まあ、まさにこう一つの、まとまりにはなっているわけです。だから一瞬一瞬の間で、体と脳と心っていうのはお互いに作用し合って生きているわけですね。ただひとまとまりよりもこうわざと分離して説明した方が分かりやすいと、理解しやすいと思いますので、分かりやすさをとって今回は分けてお話をしていきたいと思います。で、そうした時に体、脳、心といった時に、まず最初に今回は体のお話をしていくんですけれども、体の一番の働きって何かっていうと、一言で言うと、エネルギーを作り出すということなんですね。エネルギーを作り出すと、もちろん外から空気とか水とか、もしくは食べ物というものを取り入れてエネルギーを作り出すということですよね。だからやっぱり食べてるものっていうのはその人の体を作っていって、その人の体っていうものが脳とか心の発達につながっていくわけですよね。分かりやすく言えば、肉をたくさん食べればやっぱりそれ相応の体になりますし、野菜ばっかり食べればそれ相応の体になるし、極論ね、食べ物を全然食べないで水と空気だけってなれば、やっぱ極論そういう体になっていくわけです。だから何事もやっぱりバランスよく食べ物からですね、エネルギーというのを取り出して、そして体でエネルギーを作り出していくということが日々行われているわけです。ただ知っておきたいこととしては、私たちっていうのは無限に食べることはできないわけですよね。ってことは無限のエネルギーを食物、食べ物から取り入れることはできないわけです。で、さらに知っておきたいことっていうのは、体というのは実は進化してない。体というのは進化してない。で、私たちはですね、進化論を元にしていけば、猿から進化してきた人間なんですよね。今から400万年前とか、それぐらい昔に、猿から人間に進化してきたわけです。で、そうした時に、猿と人間ってすごくこう違うみたいに見えるんですけど、実はDNA とかそのレベル、情報遺伝子レベルでいくと 90% から 95% ぐらいは実は猿とあんまり変わんないんですよ。猿とかゴリラとかオラウンタンとかチンパンジーとかと、私たち人間っていうのは90から 95% ぐらい実は同じなんですね。だから体っていうのは実は進化してるように見えて全然進化してないんですよ。で、これの何が問題かっていうと、食べ物を消化するのにエネルギーを使ってしまうってことなんですね。食べ物を消化するのにエネルギーを使ってしまうんですよ。だからエネルギーを作り出したいからこそ食べ物を食べてるはずなのに、その食べたということにおいて消化して実は疲れてしまうんですよね。だから例えば100のエネルギーを食べ物、水とか空気とか食べ物から取り出すことができたとしても、100すべてを脳とか心に回すってことができないんですよ、私たちっていうのは。もう体がすでに消化するっていう時に、エネルギーを使っちゃうんですよね。で、極論ですよ、実際はそんなことはほとんどないんですけど、極論分かりやすく言うと、100エネルギーを食べ物から取り出したのに100すべて消化に使ってしまったら、もう脳と心にはエネルギーは全くいかないということになるわけです。わかりますか？ね、エネルギーを作り出すためにご飯を食べている、食べ物を食べているはずなのに、消化そのものに100エネルギー全部使ってしまったら、結局何のために食べたのかっていうのが、もう全くよくわかんない状態になってしまうんですね。もう脳と心は全く成長もしなければ使うこともできないということになるわけです。だから
私たちは基本食べ物からエネルギーを取り入れます。しかし消化はできるだけエネルギーを使いたくないんですね。もったいないんですよ。100エネルギーをせっかく取り出したのに100全部消化に使ってしまったらすごいもったいないわけですね。だからできるだけ消化にエネルギーを使わせたくないわけです。でこれが前提になります。でそうした時に今からまあ次回 2回目が脳で3回目が心の話を続けていくんですけど、やっぱり脳を使いたい、心を進化させていきたいって言った時にポイントとしてはたくさんのエネルギーを食べ物から取り出したいんだけど消化にはできるだけエネルギーを使いたくないんですね。で余らせたいわけです。体のエネルギーっていうのを余らせたいわけです。でそこで大切なポイントっていうのがまあ3つ出てくるわけですね。じゃあどうすればそういったことができるのかっていうことですけど、1つ目は消化の負担が小さいものを食べるということですね。消化の負担が小さいものを食べるというのが1つ目です。でこれに関しては毎食毎食完全完璧を目指すと絶対断念すると思います。無理だと思うんですね。続かないと思うんですよ。やっぱり人っていうのは食べることそのものがやっぱり喜びなんですよね。自分が好きなものを食べるとやっぱりすごくこう幸福感っていうのがあるわけです。食そのものって楽しみだし快楽なんですよね。だからいくら消化に軽いものを食べた方がいいと言いながら毎食毎食きっちり自分を律しようとするとまず長く続かない。そういうこう難行苦行系っていうのは もちろん断食も含めてですけど、難行苦行断食っていうのはまず続かないんですよ。で続かないともう意味がないんですね。単発の行動だと何も体に変化をもたらさないんですよ。だからね、まあ、1番目のポイントとしてまずはその消化に軽いものを食べるっていう話をしたんですけど、それは毎食毎食完璧にする必要は全然ないんですね。全くそういう体に対してのことを考えないで、もう自分の好きなものをお腹いっぱいたくさん食べるってこともまた必要なんですよね。幸せのため、幸福感を感じるためには。ただ、知識としては知っておきたいんですよ。知識としては、体に負担、消化に負担のかからないものの方がいいんだということは知っておきたいわけです。だから、1日単位でバランスを取る必要は全然ないと思うんですね。ただ、可能ならば1週間単位ではバランスが取れたら理想的だと思います。例えばね、もう今日は忘年会だとかね、新年会だとかね、もしくはクリスマスだとか、まあ、そういったことがあった時に、ね、いやもう今日はもう体のことなんか全然考えないと。もう自分のね、好きなものをね、たくさんお腹いっぱい食べて幸せを感じるというんだったらもうそれが一番いいと思うんですよね。なんですけど、次の日とかもしくは1週間ぐらいかけてゆっくりと今度は消化に負担の軽いものを食べてバランスを取るということをするというのが理想的だというふうに思います。で1番目は消化に軽いものを食べると。で2番目はやっぱり食べる量そのものを適正もしくは腹八分目にするという量そのものを減らすということですね。1番目は消化の負担の軽いものを食べる。2番目は量を減らす、まあ、適量もしくは腹八分目にするということです。でこれもさっきの話と全く一緒で、毎食毎食完全完璧は無理だと思います。それはやっぱ続けられないです。続かないですよね。で続かないと意味がないんですよ全然。なのでこれもやっぱりね、まあ、今日はもうクリスマスだから、今日は忘年会だから、今日はね、新年会だからっていうことでもう今日は何もね体のことを考えずに思い切りね、自分の好きなものをたくさん食べてねもう幸せな気分になろうっていうんだったらそれはそれでいいと思うんです。ですけどやっぱりね適量もしくは腹八分目の日っていうのを作っていく。でこれを習慣化するのはもう一番はですねやっぱりね体重計に乗るっていう習慣をつけることだと思います。体重計に乗る習慣ですね。でそうした時に1日単位で増えたり減ったりっていうのに一喜一憂すると、まあ、逆効果っていうかねストレスだと思うんですけど、ただ淡々と体重計に乗っても数字を観察するだけ、もう増えても減っても観察するだけ、とにかく体重計に乗り続けるってことが大事だと思うんですね。やっぱ体重計っていうのは数字なので感情が入ってないんですよ。だから本当にありのままですよね。もう真実から目を背けることができないわけなんですよ。だから、
ね、食べ過ぎてもいいんです。ね、思いっきり食べて飲んでね、楽しむってこともやっぱ大事だと思うんですけど、でも体重計には乗り続ける。そうすると、まあ、さっきの、ね、体をに消化の軽い、負担の軽いものを食べるというのは1週間単位で、まあ、バランスを取れたら理想的っていう話をしたんですけど、2番目の、その適量もしくは腹8分目で食べるっていうのは1ヶ月ぐらいの単位でバランスが取れるといいと思うんですよね。まあ、今週はもうね、もう食べると。まあ、だけど、1ヶ月トータルではちゃんとね、体重を維持すると。できるだけ適正体重でいるということをすると。まあ、そうすれば1ヶ月の中ではね、逆にその腹8分目とか、今度はもう少し食べたいんだけどっていう日がやっぱり何日かっていうのが1ヶ月の中で出てくるはずなんですね。まあ、そうしてとにかく体重計と向き合い続けるってことで体重を調整していくということですね。で、最後の3番目はやっぱこう基礎の代謝量を上げると、要するにこう消化能力そのものを上げるということですね。だから若い時、10代とか20代っていうのはやっぱり太りにくい。で、それが30、40、50ってなると太りやすくなるのはやっぱり基礎の代謝の力がやっぱり落ちてるからなんですよね。運動量が減って体がどんどん硬くなってね、筋肉量が減っていって、ね、同じ量食べてるつもりなんだけども、やっぱ消化する力っていうのが明らかに落ちてる。だからこう逆効果っていうか悪循環になっていくわけですよね。食べて体が重くなって余計運動したくなくなって代謝量が落ちて、だけど重たい体を支えるためにより多くのエネルギーが必要になるからたくさん食べるってなると、もうそのスパイラルから、もう悪循環スパイラルから抜けられなくなってしまうわけなわけですよ。だからやっぱりどれほどね、もう1日5分10分の散歩とかランニングからだったとしても、やっぱり運動、そしてその運動を通じて筋肉量を復活させる、元に戻していったり、もしくは柔軟性を元に戻していったりするっていうことがとても大事だと思うんですよね。で、これはもうね、数ヶ月から数年単位で取り組んでいくということです。だからこれもね、食べ物と全く一緒で、もう急激な運動とか急激なストレッチっていうのはもう絶対逆効果です、ね、続かないことっていうのは本当意味がないし変化をもたらさないので、そう最初からね、もうじゃあ運動が大事だとかね、ストレッチが大事だとかっていうことで思い切りやらないということが大事です。もう続けることが大事ということですね。1番目のその消化の負担の軽いものを食べると言ったのはもう1週間単位ぐらい。で、2番目の体重を適正に戻していく、もしくは適正体重を維持していくっていうのは数ヶ月単位で。そしてもう運動、例えば筋肉量を増やす、元に戻すとか、柔軟性を回復させるとか、まあ、基礎の代謝力を上げるとかっていうのはもう数年単位ぐらいで考えていくと、もう最初から長期戦で考えていくということが大事だと思うんですね。そうすると確実にですね、まあ、別人の体、もしくはもう若い時の体に完全にこう戻していくっていうことができるんですね。基本体も脳もですね、使わないから衰えていくわけで、使えばですね、鍛えられるんですよ。なので今回一番大事なことっていうのは、100のエネルギーを食べるということから、食物から取り出したとしても100すべて消化に使われたらもったいないということなんですよ。もうそれだと脳と心の進化っていうのはまずないんですね。だから食べ物っていうのはものすごく大事なんです。食べ物がエネルギーを作り出しているんです。で、そのエネルギーを体で使うか脳で使うか心で使うかっていうことになるわけですけれども、そのエネルギーの源であって、まあ、消化は絶対必要ですよね、まあ、消化をすることは必要なので、100のエネルギー100すべて脳と心に向けようってなると、もうこれはね、なんかね、ヒマラヤかなんかに閉じこもってね、もう空気だけとか水と空気だけで生活するみたいな、ちょっとこう常人離れた生活をしない限りは無理だと思うんですけど、でも100のエネルギーのうち、仮にですよ、分かりやすく10しか消化にエネルギーが使われなかったとしたら、90は脳と心に回してあげることができるんですよね。で、それが脳の発達とか心の進化っていうのにつながっていくということです。で、今回はまあその具体的な例として3つですね。消化の負担が軽いものを食べる。
それは1週間単位ぐらいで調整できたらいいんじゃないかと。で、2番目は今度は量そのものを適量もしくは腹8分目にすると。で、これは1ヶ月単位ぐらいで調整していくと。で、とにかく体重計から目を背けないということですね。そして3番目としてはもうね、筋力をつける、もしくは柔軟性を回復させると。で、基礎の代謝力を上げるということですね。で、これを、まあ、数年単位ぐらいですね、1年から3年とか5年ぐらいの単位でやっていくと、まあ、3年前、5年前とはもう別人の体に戻っていくということですよね。もう まさにこれが本当の意味でのそのエイジ、アンチエイジングですよね。老化に逆らうっていうかね、体を若々しい状態に保ち続けるということが大事になってくるということです。で、これに対しての取り組み具合ですね。1日どれぐらいだけ頑張ったかっていうよりも、やっぱり無理のない範囲でどれぐらいの期間続けたかっていうことの方がはるかに大事なんですけども、これによって体っていうのをどん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 改善して、いつも若い状態にしておけば、同じ食べ物を食べた時のエネルギーの余裕容量ですね、100取り出したうち10しか消化に使われてないから、90みたいなのを脳とか心に向けていくことができる。そしてその余裕エネルギーっていうのが脳を育て心を進化させていくということで、次脳の話をしていきたいというふうに思っています。今回は1回目ということで体のお話を聞いていただきました。はい、もし今回の動画がですね、あなたにお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。